ラジオネームね、満腹でいなり。ヤリチンゴリラの仁科正樹の極小脳みそが関西のテレビ番組に出演しこんなこと言ってかりました。親父のことは役者としては尊敬してますけど父親としては最低、あの父だからこうなった、おいバカゴリラてめえの手癖の悪さをな親父のせいにしてんじゃねえクソが、お前みたいな脳みそまで金玉みたいなやつがいるから二世タレントがバカにされんだろうが、二世タレントになって優秀な人たくさんいるぞ。朝ドラのヒロインのあんちゃんだろ、顔芸でおなじみの香川照之だろ、笑顔がうざい関根麻里だろ、360度どっからどう見てもブスな今るだろ、バカのバカ娘の梅宮アンナだろ、桃太郎ブスの高橋真麻だろ、石田一生とスミレだろ、すごいぞ、あれ見渡せばクズばっかだわ。芸能人の子はどうせろくなもんじゃないってことみたいだから、芸能人は全員虚勢しろ。待って最低かよ。最低だわもう。すごいな。本当に。